こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックのお時間です。カツオです。よろしくお願いします。はい、今日もやっていきましょう。今日は新しい試みです。こちら、教育者対指導者対談という YouTube で対談動画が上がってまして、非常に面白かったので、僕なりに解説していきたいなと思います。この2人です。教育者がこちら、子供が輝く対話のメカニズム、久保健太郎さん、先生です。で、こちら、これまで中田ラグビー選手の教科書、井上雅之さんという2人が、楽しそうに喋ってる動画です楽しそうだし非常に勉強にもなります。皆さんにもぜひ見てもらいたい。ただですね、長いです。3時間半あります。気合入れてみてくださいね。下にリンク貼っておきますので気合入れてみてください。よろしくお願いします。で、まあ内容もね、さることながら会話の流れがね、僕は非常に好きな流れです。これね、あんまりこういう風に見てる人もいないかもしれないですけど、なんですかね、僕は勝手に会話のプロレスって言ってるんですけど、向こうにわーって相手に喋らしておいて、でそのキーワードをなんか1個掴んでこっちからまた喋るみたいな、技を受けといて、技と技を受けといて切り返してまたこっちが技をかける時間があるみたいな、まあ、それも勝手に僕はね会話のプロレスって言うんですけど、それが見てても非常にうまい。いやもうね、見応えがあります。ぜひそこら辺もね、もし気になる方は注意してみてください。ただね、まあ、3時間半あるんで全部見るのもなとっていうことがありますんで、あくまでも僕がね、僕が響いた言葉をまとめました。これ出しましょう。せーの、ダン。はい、はい、こんなにたくさんあります。で、まあこの僕なりに響いた言葉で皆さんが気になることがあれば、そこから見てもらうのも手かなと思います。これまるまる向こうの YouTube のコメント欄に書いておきますので、まあ、それを見ながらなんか気になる言葉から見ていくのも一つかなと思います。ただですね、これね、僕は井上雅之さんにも会ったことあるし、何度かお話しさせてもらったこともあるので、井上さんの考え方というのはなんとなく聞いてるんですよね。全部ではないけどある程度聞いてるんです。だからこの動画の中で井上雅之さんの話してることをわーってなることはあんまないんです。それは前に聞いてるからね、聞いてるからないんです。これ井上雅之ファン、もしくは井上雅之さん本人がこれ聞いてる時に、こう全然俺の言葉ねえじゃないかなって思うかもしれないですけど、そういう意味です。僕は要するに井上さん側から聞いたと思ってくださいね。で、久保さんの言葉ばっかりです、こちら。というので、まあそれもちょっと頭に入れながら見ていただきたいなと思います。で、この中で僕が気になっている言葉がいくつかあったので、それをピックアップして今回解説していきたいんですけど、もう一個だけ、この対談動画を見て僕はこの本を買いました。ただこれまだ1ページも僕読んでません。あえてこのホワイトボードの解説が終わった後これを読もうと思ってるので、僕はこの内容全く一切入ってない状態で今から喋ると。しかも鬼解釈書いてます、相変わらずですけど。ほとんどこの内容にも触れず、この内容のちょこっとを僕はブワーって解釈して、こんなこともあったのよ、僕はこういうふうに思ってるんですよっていう動画なので、そこら辺もご了承ください。で、次このね、多分本の分析も多分やると思うんで、全く違うことを言うことになるかもしれませんけど、それもご了承くださいね。よろしくお願いします。ではやっていきましょう。分析開始です。よろしくお願いします。はい、やっていきましょう。あんなにたくさんある言葉の中で僕が一番響いた言葉がこちらです。他者を受容すること聞いたことあります？皆さん、他者を受容すること、僕は初めて聞きました。で、最初聞いた時にはぁって思って、何？他者を受容することって思ったんですけど、まあよくよく考えて自分なりに解釈していくと、ああなるほどなと、確かにこういう言葉になるわって思ったんで、すごくこう印象に残りました。どういう時に出たかというと、井上さんがどういうクラスを作りたいんですか、心がけてますか、クラス作りに心がけてること何ですかって言った時にこう答えました。仲良くなくてもいいと思う、すごく仲良しみたいな爽やか3組みたいなの寒いと思っちゃう、なんかやろうぜって思った時にあいつがいないと困る、クラスの中で彼はこういう良さがあって僕にはない良さがある、あいつがいてくれたからこれができたみたいな言葉が聞ける、その程度の基準しかないということです。ここはよくわかりますよね。ここはよくわかるんですよ。多分皆さん今聞いただけでわかると思うんですよね。ただこれがこれになるっていうのが僕はすごく不思議だったんですね。ねえ思いません？これがこれになります？皆さんそんな言語化能力あります？言語化センスで考えた時に、じゃあ何、需要って何だろうみたいなところから考えて、
需要って調べました。わざわざ調べました。そうすると、まあ皆さん知ってますけど、求めるです。で、やっぱり需要って聞くと、やっぱり供給ってすぐ出てきますよね。需要と供給。じゃあ供給って何だろう、対義語。与える。当たり前の話です。あ、知ってると。あ、結構俺知ってたわと思ったんですけど。ってことはね、これ対義語ってことは、他者を需要することってことは、その反対は他者に供給すること。与える、求めるじゃないですか。で、これでいいんじゃないと。まあ、こんな言い方することもないと思うんですけど、いわゆるこっち側、与える側ではなくて、求める方をあえて言うのは何でだろうって僕は思ったんですね。だからそれを考えた時に、例えばですね、クラスがあります。でクラスの合唱コンクールをやるとしてもですね、で歌い手がたくさんいます。その中にピアノを弾く人っていますよね。でピアノを弾く人とその歌い手の立場から考えた時に、需要と供給っていう、ピアノを弾く人はそのクラス全体にピアノを弾けるという特技、もしくは長所を与えてる。与えてるんですね。で、こっち側、みんなは、その人に、ピアノを弾けるという長所、特技を求めてるんです。求めてると与えてるね。だから、与えてるのと求めてるのが合致してる。ってことは、これイコールなんですよね。ね。イコールなら別にこんなこと必要ないんですけど、ただ、シチュエーションを変えて、例えば選手、チームがありますよね。っていう時に、ある選手がいます。同じように、ある選手が一人。で、自分はこのチームのために何をしているのか、何が貢献しているのかなって、例えば考えてもらうことがあります。だけに、いろいろあるけど、まあでも、僕はこのチームの中で一番キックがうまいと。だから、僕はキックがうまいということを与えてるんだな、供給してるんだなと思ってる。僕が、その、他の選手の時に、そのキックの上手い、例えば A 君にしましょう。 A 君が僕らにとって一番いいの何かなと思った時に、いいところたくさんあります。その中にキックが上手いというのは確かに絶対にあるんです。僕もキックが上手いのは分かってるんだけど、一番っつったらどれかなと思った時に、僕が選んだのが、君は後輩の面倒見がいいところっていうのを選ぶわけですね。ってことは、こっち側の供給と需要が食い違ってるんですね。わかりますこれ。で、他の選手は、あ、俺も確かにそう思うと。確かにこいつキックは上手いんだけど、俺この中で一番いいところっつったら、僕も後輩の面倒もいい。でももう一人の選手は、まあ俺いろんなところあるけど、俺は確かにそのキックが上手いのが一番君のいいところだと思うということで、需要と供給っていうのが違うんですね。だからいいんだと思うんです。わかりますか、はい、話。じゃあそれで何があるかって言ったら、他者を需要するんですね。こっち側の話です。いいところをつかみに行く。そうすると何があるかというと、こちらです。自分との比較ができる。後輩の面倒見がいいよねっていう需要を求めるんですね。求めた時に、僕がもう少しできてないね。だからこれ久保さんもこれのこの時言ってきますけど、この違いです。僕の違いを自分の可能性だって言ってます。あの人みたいになりたい、あの人みたいに面倒見が良くなりたいなという、自分の伸びしろというか可能性を求めるようになるので、需要することは非常に必要だということで、その逆、こっち側ですね。こっち側の人からすると、他者の評価を知る。自分はこのキックがうまいっていうのをきっとそうなんだろう、みんなこれを求めてるんだろうと思うんだけど、違うところから引っ張られるわけですよ。後輩の目が、あ、そうなんつって、あ、そういう風に見られてんだ 僕ってみたいな。それってすごくいいこと。こちら、客観視されてるんですね。自分が思ってる評価と他人が思ってる評価って違うんだと。で、どういうものかっていうのをしっかり知るっていうのはすごいいいことです。社会に出てもめちゃくちゃ役に立ちます。なので、これをするためには需要をするしかないんですよ。しかないってことは、需要をする方がいいってこと。それが分かった時にあることを思い出しました。こちら、尾道高校ラグビー部。尾道高校ラグビー部、僕は尾道高校ラグビー部出身じゃないんですけど、コーチングのことで田中監督と仲良くさせてもらうことがあって、見学行ったりいろんな話を聞くことがあるんですね。その中で彼らの取り組みとして振り返りノートっていうのがあるんですよ。
練習が終わった後にこうなんか今日あったこととかいいこと悪いことっていうのを書くのとかですね。でその中にですね、今日の MVP っていう欄があるんですね。今日練習で誰かが輝いてたその理由をちょこっと書くみたいな欄があるのを思い出して、あ、それってまさにこういうことなんじゃないかなと思ったんですけど、そのノートっていうのは結局自分しか見ないですね、まあ、自分と指導者ですねしか見なくて、例えば僕以外の選手が今日の MVP カツオって書いてたとしても僕自身はそれは分からないですね、まあ、その書いた本人が今日 MVP 書いてあるっていや分かるんですけど、基本的には分からないですね。ただそのノートの仕組みではこの両方が叶うことはないですねっていう話をしてたら、ああそれならっつって最近こんなこともやってますんで、まあ尾道高校はね、で、まあ、たまにやるらしいんですけど、練習が終わった後バーって集まりますよね。その時になんかまさに今日の MVP 誰だったみたいな、なんかある誰かいるみたいな、バンバンバンって、まあ、正確になんか投票とかじゃないんですけど、なんとなくこう名前が多く上がった選手を例えば3人ぐらい集めて練習の後バーって並んで、今日この3人が MVP だよっつって、それってまさにもうこういうことが全部できてる、授与することもできてる、で自分もよくわかる、ああなるほどな、こういう風に見られてんだっつって、また MVP 選ばれたいなっていう頑張りにもなる。これも全然どこのチームでもできるので、もしねよかったら買ってやってみてください。でそんな話をしてると、ああそれはこんなこともしてるよっていう話を聞いて、田中監督が研修で実際に自分がやったことを今選手にやってもらってることですね。ストライクとボールを言い合う。ストライクというのはいいところ、ボールはいわゆる改善点、悪いところというか、まあ改善点をお互いが言い合うっていうのを3年生で話したら、3年生やりたいって言ったらしくて、3年生18人だから、その18人でやるって話なんですけど、まずはストライクだけだったと、いいところばっかりバーって集めて、僕も1人の選手だとすると17人、君のいいところは何々ですって書いて、まあ渡すみたいな、まあ方法はねちょっと違うかもしれないけど、こうやってまあいわゆるラブレターを渡している感じなってくると、当然僕の方にも17通のラブレターが来て、それを見て、ああなるほどなって、こういう風なとこ見てたんだみたいな、なんかそう俺影なんかみんなに分からないよねこれやってたけど、もう気づいてんじゃないみたいな、ああ嬉しいみたいな、めちゃくちゃいいと思うんですよ、本当にすごいいいと思うんですよ、どのチームでも僕はやるべきじゃないかなと思います本当に。でただこのボールをやるときはちょっと気をつけた方がいいかなと思います、改善点ね、いう時には、で尾道高校も実際に最初はストライクで多分やってたって言ってたんです。でストライクをやって感じが分かって、じゃあボールやろうか、しかも尾道高校に関してはほとんど全員かな、全員が寮生活なんで、3年生とかもう丸々2年めちゃくちゃずっとにして、人間関係がめちゃくちゃできてるからできたんではなかろうかと田中監督も言ってました。なのでこのボールをやるときは皆さん気をつけてください。でこれ自体をやるのに、まあ、僕いろいろ考えたときに、なんか皆さんがもしねやりたいって言ったときに、ちょっと注意点が3つあるかなと思ってます。こちらですね、喋るもしくは書く、今こうやって書いて渡してるみたいな感じですね。でも言葉って、まあ、刺さるときあるじゃないですか、感情、言葉には感情が乗らないので、文字ってねブサってなるときがあるので、そこら辺は言語化能力がなかった、例えばね、あの選手練習中もっと声出してほしいなみたいな、で言葉で言うとこんな感じですよね。でもその言語化能力の中で、あーっつって覇気がないっていう覇気がないズバンみたいな刺さる可能性もあるので、やっぱり喋ると書くっていうのも、でもどっちがいいってもいいですよ、どっちもメリットとデメリットがあるので、皆さんそれやる前に一回考える。次、記名無記名、尾道高校はね記名でやったらしいです。だから君は何々がいいとこだ、カツオって書いて本人を出したら、向こうからすると、あ、カツオがこれを書いてくれたんだなとかいうのが分かる。僕は最初無記名でやるべきだとなんとなく想像しちゃうんですけど、なんで記名でやるのって言ったら、まあ、いわゆる SNS じゃないけど、その言葉に責任を持ってほしい、自分がこれを書いたっていうのが分かるべきだっていうので、確かにそうだと思う。でも田中監督も言ってましたけど、その記名によること、記名にすることで書けないこともある。例えばね、僕がパスが下手だとします。で僕よりもパスが上手い選手がいて、でも僕はね、彼がもっとパスが上手くなればチームが強くなると思ってるんです。でも僕がパスがもっと上手くなればいい、カツオって書いて渡すと、いやお前に言われたかねえよって言われるんじゃないかな、思われるんじゃないかなって思うじゃないですか。そういうね心理に働くから、あ、本当はパスが上手くなってほしいって書きたいけど、また違うことを書いちゃうっていう、これが無記名だったらズバーンと書けるかもしれない。これもメリットとデメリット両方あります。でもう一個、尾道高校でいうと、
あのやり方としては、例えばさっきみたいにこう18人いますよね。で僕がみんなのいいところ書きますよね。でそれをプレイか性格か、まあ、性格っていうか生活というかプレイ以外というね。で僕が例えば17人のこの人についてはプレイを書く、この人は性格を書く、プレイ性格性格性格みたいにじゃなくて、僕がまずこの2択ですね、プレイを書くか性格を書くか2択の1択を取ります。でプレイって決めたら僕は全員のプレイを書く、プレイについてのいい悪いを書く。こっちの選手は、まあ、自分で性格かプレイか見て、俺性格の方がいいなと思ったらみんな性格のことを書くみたいな風に統一して書く、自分の中で統一して書くっていう方法もあるそうです。でここら辺ね、メリットとデメリット、皆さんちょっとバランスをうまく取りながら、じゃないと本当に特にボールをやるときはめちゃくちゃ刃になる、ね、よく皆さんツイッターとかでもよく言いますけど、言葉ってすっごい刃になるんで、この辺をすごい気をつけて、あの皆さんの選手ともいろいろ話し合って、もしやるならやってください。でね、もう一回あります。こちら。コーチもやるべきです。これ面白いですよ。それとは別に、コーチも僕はやるべきだなと思います。で、コーチがやることっていうのは別でやるんですよ。みんなの中に入るんじゃなくて、別にコーチだけをやってほしいんですけど、コーチは書かなくていいです。あの書かれるばっかり。こっちの自分との評価、比較はする必要ないんで、立場が違うんでね、指導者なんで。ここは他者を受容するだけで、他者の評価を知るだけにしてください。ね、だから、ぜひ無記名にして、あの選手、誰が何を書いたかっていうのを全くわからないようにシステムをちゃんと作って、それを最初に言って、誰が何かを書いたかわからないからみんな好きなこと書けっていう前提のもとに書かせてください。ね。だから、ストライク、ボール、一個ずつ書いてくれと。ね、例えば書いて、それをマネージャーに、例えば、マネージャーがそれを集計して、それをパソコンかなんかで打って、その、字体でもわからんようにして、で、そのペライチでそれがまとまったやつを見れる。そういう風にしてください。コーチはね。そしたら、客観視見ます。一番客観視してほしい。一番、コーチが僕は客観視してほしいと思ってるので、一番身近にいる選手たちに、ストライクボールをしっかり判定してもらう。面白い、これ面白いですよ。やってほしいんですよね。だから俺のね、ストライクボールを一個ずつかけって言って、例えば20人の分がいるじゃないですか。そしたらまとまってこっちに書いたのに、本当はストライクボール20個ずつ来るはずですよね。なのにボールだけが40個とか来たら面白いなと思ってみんなめちゃくちゃボールばっかり書くみたいな、そういうのがだったら面白いなと思うんで、皆さん全員でちょっとコーチも無記名で書いてもらって、自分がどういうふうに見られてるかしっかり見てください。っていうのが、まあ他者を受容することというのの僕なりの解釈でした。はい、それではですね、久保さんがサッカーを見てるときにこんなことを思うそうです。こちら。要するに何をしてるのかっていうのが分かっていれば、そうは動かないんじゃないかなと思うことが多い。言われた通り動いてるか、本能的に動いてる。また別の機会でこう言ってます。みんな、これ生徒ですね。生徒はどうやるかを知りたがる。それだけ知っててもね。別の機会でこっちに言います。学校は答えを出しすぎてる。それぞれのところで言ってるんですけど、ある共通点があるんじゃないかなと思って取り上げさせていただきました。ここだと思います。言われた通り動いてる。どうやるか、答え。ここが一つの共通点。そしてしかもこのアンサーがこれだと思います。要するに何をしているのか、これが分かるのって大事だよね。じゃあこれが分かるのってどうするのって言った時に、また違う時に2人がキーワードとして出したのがこちら。なぜなぜなぜって思える生徒選手っていいよねって話になってました。理由が分かる選手、ね、ちょっとこっちで話しましょう。サッカーでディフェンダーが3枚います。キーパーがいます。あるチームのルールとして、キーパーにボールが渡ったら両サイドは目いっぱい開きましょうというルールがあるとします。そのルールに基づき、このボールが行くたびにこの両サイドはいっぱい開きますね。これ方法ですよね。言われた通り今動いてます。ただなんでこれやってるか、なぜこのやる理由があるのかというと、コーチはそれを知ってるんですね。
開くことによってスペースが空くよね。こう動いたらここにスペースがあるよね。そのスペースを空けるために開いてるんです。これが分かってないと、なぜが分かってないと、例えば極端な話、相手がアタックがこういったとしますね。で、ボールがキーパーの方に行きました。時にバーって開きます。そしたら監督が怒ります。バカ野郎と。なんで開くんだよっつって。この選手はね、驚きます。いやいや、開けって言う。開けって言ったじゃないですかって。いつも開いてるじゃないですか、僕みたいな。バカ、スペースここに十分空いてんだからこんな開く必要ねえんだよって。ここもらって、ここもらって、こう上がれへんだよみたいな。いや、知らねえよと。知らねえよそんな話っていうね。まあそれ言ってるか言ってないか、この選手が覚えてるか覚えてないかの話にもなるんだけど、結局その理由を知らない選手はやっぱり適応能力もないし、良くないよと、やっぱり知ろうぜと、なぜって思える選手になろうぜって話。じゃあ何でもかんでもなぜなぜっていうのをね、考えさせる選手にいきなりなるかって、僕はならないんじゃないかなと思います。なぜって思える選手になるためには、まずはコーチ側からその理由を言いまくることだと思います。それを癖づける、理由を知るのを癖づける、いわゆる聞き慣れる、こういう風な風に動いてくれ、それはなんでこれをし、なんでかこういう風な練習をしよう、それは何でか、その方法と理由を必ずコーチが言っていくっていくうちに、選手は理由を聞き慣れていく、聞き慣れることからまず始まって、それができたら次は理由を知りたがる選手に僕はなるんじゃない、この段階があると思います。いきなり理由を知りたがる選手になるっていうのは僕は難しいとなんとなく思ってます。で、なぜって思えるようになってしまったら、もうなんならほっといてもいいと思うんですよ、僕は。例えばですね、学校とかで皆さん経験あると思うんですけど、僕の経験で言うと、僕、理科が中学校の時超得意で、確かね、中2の期末か中間で100点取ったんですよ。すごいっしょ、100点。それで、あ、僕理科得意だったんだっていうので、でもそれってなんでかっていうと、理科の先生が面白かったんですよ。まあ、担任だったっていうのもあって、すごくこうなんか魅力的にいろんな話をしてくれて、それこそ違う話してくれたり、世間話してくれる中で、なんかこう、いつの間にか理科の話になっていくとか、そういう風な感じで、いつの間にか僕理科が好きになってたんですね。そういうのって皆さんありますよね。で、僕は国語古典みたいなのが全部苦手だったんですね。めちゃくちゃ苦手でした。高校の時確か赤点2回ぐらい取ったはずなんですけど、それが苦手だったんです。で、振り返った時に、僕人生において国語の先生で面白かった先生一人もいないですよ。それはもう僕のたまたまですよ。たまたまそうだったと思うんですけど、もしあの理科の先生みたいな先生が国語を教えてくれたら、俺もっと国語得意だったんじゃないかなって、そういう経験って多分ありますよね、皆さん。絶対あると思います。だから、その理科の先生は僕をなぜって思えるところまで持ってきてくれたんですね。ただほっといても僕はただただ理科が好きなんで、あ、これもこれなんでだろう、これなんだろう、これも勉強したいってね、勝手に走っていく。そういうのがやっぱり作ったのっていうのは最初の先生が作ってるんですよね、こういう風にして。で、それで先生がいなくなっても僕は走り続けてるっていうようなイメージなんで、やっぱり最初は先導を取っていくのは僕はコーチや先生だと思うんですね。そういう意識で皆さん、この方法とか理由っていうのを最初はしっかり言っていくべきだと僕は思ってます。で、その後に勝手に走り出していくっていう。そして、それについて久保さんがめちゃくちゃいい言葉を言ってます。こちら。知識は自分で作るもの。いやー、センスがいい。言語化のセンスがいい。僕はこれは思いつかないですね。素晴らしい。皆さん、声に出してください。せーの、知識は自分で作るもの。それでは久保さんが先生になりたての頃のエピソードはこちらです。小学生にすねを蹴られた話ということで、先生になりたての頃ちょっとやんちゃなクラスを見てたそうです。
その中でも一番やんちゃな子にある日すねを蹴られたそうです。小学生が先生をすねを蹴るってまあまあ問題ですよね。でまあまあ問題になったらしいです。でその後日その小学生が謝りに来たそうです。ごめんなさい先生つって。その時に久保さんはこう思ったそうですね。ごめんなっつって、ああ俺ちゃんとお前と向き合うことができてなかったわって思ったそうです。そういうエピソード。それを聞いて、ああなるほどなと、それかって思ったの話をします、ね、今から僕の解釈の話します。久保さんはそのことの対応がうまくできてなかった。でも僕はできてなかったことに関しては全く問題じゃない、まあ全く問題ではないんですよ。もちろんできることがいいんですけど、できてないことが悪いんではなくて、できていないことを認識していないことが悪いと僕は思いました。小学生ね、おそらくですけど、もちろんそれ僕現場にいたわけでもないし、この子に会ったことはあるわけじゃないんですけど、この小学生からすると久保先生とのこの対応の中で全く最初ストレスゼロだったのが、ある一言でストレスが100になっていきなり蹴ったってことは多分ないと思うんですよね。それまでにこう積もり積もってったものがあって、最後の一言で100になって僕は蹴ったと思うんですよ。この積もり積もった、この積もり積もったが僕は大事だと思ってて、積もり積もってる時に、例えばですけど、あのダーツの矢みたいなものを小学生は久保先生に対して投げてたはずなんですよ。なんで俺の話聞いてくれないんだよとか、なんでそんな頭ごなしに言うんだよとか、なんでもっとこうなんだよっていう矢をきっと投げてたはずなんですよ。でそれはしっかり久保先生の体には刺さってたはずなんですよね。ズッバ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 、それを久保先生は全く気づかずにずっと刺さってるのに、違うことをね、自分なりのその教え方をずっとやってた、良かれと思うことをずっとやってた。そしたらある時に実際に蹴られた、バーンって蹴られた。ただ先生がするとバーンってすねを蹴られた時に痛えと思って、ですねを見た、たらあ痛い、すね痛いで謝って来られたと同時に、自分の体を見た時にその子からのダーツの矢みたいなのがバーって刺さってるのに気づいた。だからあごめんってなるんですよ。わかります、このダーツの矢は僕の解釈なんで、久保さんこんなこと言ってないんですけど、つまり久保さんも言ってました、痛みを感じなくなってたんですよ。矢は刺さったまま一生懸命こうやってであの授業をしてたんです。ずっと刺さったもんね。それをたまたますねの痛みと同時に気づいたっていうだけの話。じゃあ皆さんの体に選手からの矢刺さってませんか。ほらほらほら見てください、自分の体見て、刺さってない、刺さってないって思う人もう麻痺してますよ。これどんな名コーチだろうと、どんなすっごい監督だろうと、絶対に刺さってます、絶対に刺さってる。わかります、この痛みを感じるのが僕は必要だと思います。痛みを感じるようになったんです、この時にね、久保先生は。だから変わってたんです。もしこれすね切られてなかったら、もしかしてですよ、もしかしてその切られてなかったら、久保先生は今でもずっといろんな生徒からの矢をバシバシその刺したままこうやって一生懸命歩いてるみたいなそういう状況になってた。じゃあそれを痛みを感じて、皆さんは同じようなもんです。今皆さんは自分には見えないかもしれないけど、選手から見えてますよ、めちゃくちゃ刺さってます、あなたの体。そのめちゃくちゃ刺さってる体のままコーチングして、うわー楽しかった、今日もいいコーチングしたって言ってビール飲んですよ、刺さったまま。そんな状況ですよ。いいんですかそれで。久保先生はこう言いました。生徒を置き去りにする学校、まさにです。自分に矢を刺したまま関係なくただただ走り続ける学校や教師、そしてこういうことになります。選手を置き去りにするコーチ、たまたまです、たまたまですけど、この動画の前回ですね、吉井さんの話をした時に、ステージ2の話をした時に階段の話をしました。選手がいる階段から2段3段ぐらい上にコーチっているべきだよねって、これも僕の解釈ですけど話をしました。それが
越に入ってこうなんか楽しくなってきて、一人でコーチだけが階段登ってったら、ここってさあ開くよね。まさに置き去りです。そんなんでいいんですかね皆さん。次、今ね、今矢が見えなくても次練習した後、直後家に帰ったら自分の体しっかり見てください。どんな矢が刺さってますか。それをしっかり見れるようになったら僕はすごいコーチになると思います。もちろん僕も毎回刺さってますなんだか刺される前に見ようとしますけど、多分久保さんも多分そうだと思うんですけど、刺される前に見ようとします。何投げてくるんかなみたいな。で、まあ、刺さってきて、あ、やっぱりこれか、あ、じゃあこれ今度刺されないようにしよう、次はこれを刺されないようにしよう、で考えながら次の、まあ、授業とか僕らで言うとコーチングに入るという、そういうことが大事だということです。そういう風になっちゃいけないよと、まあ、毎回こればっかり毎回ですけど、こうですね、自己満足になるなよと、自己満足なコーチになっちゃダメだよと、まあ、もうずっと言ってますよこれね、毎回ね、はい、ということで、まあ、そういう風にやっていきましょうと言います。じゃあこのね、実際にすねを蹴られたこの生徒と久保先生が何を、その後何をしてきたか、これが今日のまとめです。こちら、対話。なんと対話のメカニズム、ぜひ読んでくださいって言いながら、僕はまだ今から読みます。ようやく読めるようになります。読んでまた分析もしていきたいと思いますので、まあこの動画もこの両方の本もよろしくお願いしますということで、僕なりの解釈をめちゃくちゃ入れて話させていただきました。久保健太郎さん、井上雅之さん、どんな感想をお持ちでしょうか。いろいろ失礼なことを言ったかもしれないです。すいませんでした。じゃあ、じゃあ皆さん、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。